け見た、あの M1 どうしても見たくて帰ってきてちょっと M1 見ちゃった。こんばんは。ね、めっちゃ髪の毛やばい。みんな編み込み取ったらこんなになっちゃった。編み込みを取っちゃった子、取っちゃいけないってこと知らなかったな。ここすごい。違う、編み込み取ったらこんなになった。こんなになると思わなかった。編み込み取ったらボサボサよね。ただいま。前髪も結構崩れてるね。こんばんは。うねうねしてる、ほら、この辺とか。いや、面白かった、マジで、M1 が。そう。決勝だけ見た、決勝は全部見た。今でも、なんだっけ。ぺこぱ？やばい、ぺこぱめっちゃ面白くて。見た？ぺこぱ。ニキビここできてるね。いや、ぺこぱめっちゃ面白かったんだけど やばい。ぺこぱっていうグループさん面白かった。個人的に。乗り突っ込まないね。そう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 。そうなの。ぺこぱ新しかったよね。なんかお母さんがめっちゃ面白かったって言ってて、最初にぺこぱ見た。あ、見てないけど見ててるてる。いや、教えてあげる私が。面白かったの。すごい平和なね、漫才なんだけど。あのさ、本当にめっちゃ面白かった。マジでマジで面白かった。まあ、そう、なんだっけ、なんだっけ、そういう時代が目の前に来てるってやつね。めっちゃ面白かった。あ、おお、社長が来てます。あ、水玉も来ていますね。お疲れ様です。生放送見てましたよ。ねえ、次どこ行く？って私が言ってたのびっくりしました。乗り突っ込まない。そう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 。ぺこぱのモノマネ。今見て無理です。今配信しちゃってるんで。いや、めっちゃ面白かった。25日にシェライブするキューバーズさんのファンの方が来てくれて、そうな、見ました。いや、ありがたいことですね。キューバーズさんのファンの方が来てくださったの、本当に嬉しかったです。生放送でも家事配信されてる。あら、どうも、カジシマでーす。すごい。いや、もう今 M1 見てもう最高に楽しかったです。M1 の決勝だけとりあえずバーって見てきたんですけど、私的にぺこぱさんめっちゃ面白かったです。さっきの休憩は短かったって、この声めっちゃ繰り返るやつ面白かった。ふぅーってさ、口紅吹いてるけど、口紅じゃねえや、なんだっけ。口紅吹いてるけど、口紅じゃないや、なんだっけ。口紅じゃなくてなんだっけ。なんかめっちゃさ、あれできないんよね。そうそう。知識は水で汗拭いてたから。面白かった。っていう俺の話だ。そう、うちのお母さんめっちゃ平和なさ、多分漫才が好きなんだよね。あの和牛さん、EXIT さん、あ、ネタバレやめてやって、ごめん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 、面白かったんだもん。じゃあもう話さないようにしよう。まあこんな感じで M1 を楽しんでました。あやです。ということで、今日はですね、リリースイベント 心配は ちょっと面白かった。本当に面白かった。本当に面白かった。
ということで本日はですね、タワレコード八王子店さんにてリリースイベントをやらせていただいたんですけども、コーンフレーク出てきそう。いや、コーンフレークめっちゃ面白かったね。あの、なんだっけ、ミルク、ミルク、ミルクセーキじゃなくて、なんだっけ、いや、ノーマークだった。ミルクボーイさんだ。メジャーボーイかと思った。ミルクボーイさんだった。なんか誰も気づかない手で笑わせるのがすごいってでも面白かった。もう、ね、録画してる方はぜひ見てくださいね。私も全部見えたわけじゃないから、ちょっととりあえず今日は寝ます。ちょっと眠気が本当にマックスなんで。そうね、今日ね3つライブやらせていただいたんですよ。朝からもういろんなライブに、いろんなライブやった気分だった。なんか久しぶりに3回回しをやったんで、3回回しというか3回ライブがあったんですけど、なんかね、おねむがね来てる今。でもこれ毎日やってたんだよね、リリースイベントの時にやってたのに、やってたのにな、眠気が来てしまう。人通りも消えた、君は手をつながない、これはどうだかな、思わせぶりしてるもん、君を好きになれた、あれ足りない、こんな時もありですか、妄想だけずっと膨らんでく、やばい、全部欲しい。ちょっと完成版まだ聞けてないんですが、ちゃんとね自分の歌われきたらちょっと覚えますよ。はい、ちょっとまだ歌詞ないとまだ分かんないや。楽しかった本日の八王子リリースイベントですね。ちょ、今回ね八王子店でやらせていただいたリリースイベントは今回8枚目シングルの初日だったんですけど、そう、初日だったんですでね、初日でちょっと発表させていただいたんですけど、アップアップガールズ過去2期がもっと飛躍するために、もっと大きくなるためには、やっぱり、全てのものにやっぱ結果というものを残していきたいし、皆さんとなんか一つになれるものなんかなって考えた時に、やっぱり目標とものを、目標というものを何かな、作ってみようかって話が出ましてですね、今回8枚目シングルの売上目標を1万枚に設定させていただきました。皆さんがね、まあ、なんか企画やってるってってこう聞いたら、あ、じゃあ1枚買おうかなとか思ってくれたり、なんだろう、アップが2期のにもっと会いに行こうかなって思ってくれたりとか、なんだろう、そういう気持ちにもなっていただけたら嬉しいし、やっぱり1万枚っていう壁はすごく私たちには大きいんですけど、今回8枚目シングルだったり、もう私たちはね3年目に突入するんですよ。これだけねたくさんの方に応援していただいて、いろんなことを経験していただけている中で、やっぱりこの1万枚っていうのはもっと早く超えていかなきゃいけなかった、あの壁だったかもしれないし、なんだろう、私たちも、まあ、目標をねこう皆さんにこう発表してっていうことはなかなか今までしてきたことはなかったんですけど、やっぱりずっと超えたかった目標でもあり、今までそうなんですね、一番売れた時一番買っていただいたのが、5枚目シングルのかかってきなさいですね。あ、ここにあるわ、シールが開いてる、たまたまこれですね。このかかってきなさいっていうシングルはですね、約7000枚、
皆さんに聞いていただけたものでもございました。はい、うん、やっぱりこの時代はやっぱ超えたくて、うん、いろんなアプガニキがありましたけども、正直ここの私たちはライバルではあるのかなっていうのは正直ずっと前から思ってたりしてたんですよね。うん、売上枚数っていうのはやっぱり意識、皆さんに向けてはなかなかなかった気がします。でも今こうやって CG っていうのがなかなか手に取られづらい時代ではあるし、うん、なんかやっぱ今年もすごいっちゃいますけど、何かやっぱり私たちに大きな何かきっかけというか、皆さんと一団結できる機会っていうのが、もしね皆さんが協力してくれるのであれば、私たちは本当に一生懸命頑張っていきたい目標だなってすごく思ってます。うん、やっぱり1万枚って本当に1個の扉なんですよ。そこが開くか開かないかっていうのは多分この先本当に大きく関わってくることだと思うから、期限はいつまで？ね、1月13日までになっております。そうだな、皆さんもしよかったらこの曲素敵な曲あるよとかねちょっと言ってもらったり、いろんな人にしてアプガニキの CD をね広めていただけたら嬉しいです。うん、私たちに会いに来てくれたら本当に嬉しいです。会いに来れなかったとしてもタワレコードさんとかね、ネットの方で、ね、ずっと売り出してます。私はショールームをやっぱ これから本当に頑張っていかなきゃなって思います。ショールームっていうのはやっぱり誰でも見れるもので、どこにいても見れるもので、それすごく大きくなってくるんじゃないかなと思ってます。私はやっぱショールームのフォロワーを2000人にするためにも頑張って、やっぱり少しでも広められるものではあると思うので頑張っていきたいと思います。ありがとう、気楽に必死にねって、もちろん何があって楽しむことが一番で、皆さんに楽しいってもらって楽しいと思ってもらうことが何よりも一番なので、世界一可愛いシングルをいろんな方に届けていきたいなと思っています。そしてですね、この1万青春1万企画が達成することができるとですね、3つの特典が実はついてきます。ご褒美ですね。まずはまたフリーライブが開催できます。そして、バウンスという、タワレコードさんの方で出版している雑誌っていうのかなの方に出れるんですけども、出方がもう激アツ、ドゥル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 です。激アツです。じゃんじゃんじゃん、トゥルントゥルントゥルントゥントゥルントゥルントゥルントゥ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 ルントゥルントゥルントゥルです。もしかしたら別冊だったり、または表紙だったり、今までにないくらいの激アツのものでございます。今まで表紙を飾った方はビッシュさんだったりモーニング娘さんだったり、そんな素敵な方々が飾っておりますね。
トゥル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 トゥ
まあそれで3つ目ですね、タワレコ渋谷店さん、そう海物語今の、そうそうそうのタワレコード渋谷店さんの外看板、外にぎやかになってますよね、たくさんのアーティストさんが看板出られてますね、そこにそこのどこかにアップガニキも出させていただきます。今誰が立ってるんだろう、ちょっと誰か見に行ってください、お願いします。まあね、こんな素敵な特典がついてくるということで、正直びっくりしました。1万枚突破するとこんなにも変わるのかっていう、だからタワーレコードさんの中でもアプガニキをご了承してもらうためにも押し方改革を皆さんで起こしていけるように頑張っていきたいと思います。そうですね、確かに乗り越えたい目標である、そうですね、目標にはしていたし、何よりも、方改革お願いします、ということを皆さんにね、まず伝えられてよかった、夜なのにありがとう。もし方改革ってよりもいろんな人がやってるのって、そうそう、それはもちろんなんだけどね、いや、この1万枚を達成すると押し方改革が起こるってことよ、あの渋谷のねで、あの看板にしてもらえたりとかもするから、まずはね皆さんに、ね、CD をね手に取っていただくことがまあ第一なんですけども、だってさ今回大森聖子さんが両方とも作ってもらえててさ、あんなに素敵な曲を作ってもらったわけじゃん、あれってもう聴いていただきたいにもう本当に思うよねっていうところ、えすごい、鼻にコード吹く人だって、そうです、知ってるの？嬉しい。ちっちゃいリコーダーしか今ないんだよね。あ、すごい。火曜ザナイトで知ってくれたんですね。ありがとうございます。でも今さリコーダーさ改造してて、この部屋にリコーダーがないんですよ、マイカ、ちょ年末のためにリコーダーを今改造してるんですよ、あのようなような、そういい感じになってるからちょっとまた見せますね、ちょっと改造してみた、リコーダーって今まで改造したことなかったんだけど、リコーダー 4本あるんですよ今家に、4台目で、1台目は初期のねずっと使ってたやつだからちょっと保存してて、2本目はクッキーさんに舐められたやつですで3本目はもう改造してて、4本目は今使ってるやつですね、まあ、改造って言ってもそんな改造なんです、大きいことじゃないんですけど、まあ、まあ、我がねいつか使うかもしれない、使わないかもしれないけど、分かんないけど、いや本当に私いつかね自分のカジシマモデルのリコーダー出したい、もうめっちゃ出したいですよ、プンプン
モルタが自分で、まあ、改造って言わないのか別に。いや、普通に。別にそんな改造とかして吹きやすいようにはなってるけど。向こう側は口で吹いててもいいんですよね。ダメです。赤やって黒いストライプス全然だるまやんけ。鼻に特化したやつ。いや、そんな大きいことじゃないけど。まあまあまあ。まあ、ということでですね。これからのアップが人気。いや、まずはですね、12月24日、赤羽橋にて、クリスマスイベントを行うんですね。来れる？みんな。来れる？本当に来てほしい。これ当日券出ます。クリスマスイベント。皆さんぜひお越しください。お待ちしております。そして12月25日、あれ？何それ？ 25。 これ9番さんとのね、ツーマンライブなんですけども、なんとチケットあるんじゃないですかね。多分ある、あった気がする。ぜひ来ていただきたい。なんかね、面白い感じになりそうです。カジも楽しみです。いや、本当に新しい試みなんですけど、皆さんがね、ぜひ来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ツーマン。ツーマンっていつぶりだろう。どこだ？くまりさんとかな気がする。話題になればいいな。うん、頑張ろう。女の子はそういう緊張しちゃうって。でもまず席があるじゃん。まず椅子があるじゃん、ホールだから。まずホールだから椅子があるじゃん。でもきっと私たちが一体にさせられると思うので、任せて お越しください。そしてですね、リリースイベントもたくさん決まっております。全部ね、観覧フリーですので、ぜひお越しください。そして12月31日は桃色歌合戦。初めて出演させていただきますが、まあ、本編ではなくてその前にあるライブに出させていただくということで、横浜アリーナ大きいんですけども、私たちも頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そういった、1月2日はニューイヤープレミアムパーティーですね。新年一発目、しかもトップバッターです。務めさせていただきます。夢にまでいた ZEP の方に撮らせていただけるということで、40分たっぷりライブさせていただきます。そしてね、コラボも決まりましたね。マジパンさんとコラボ決定しました。いや、本当に嬉しい。いや、もうマジパンさんとね、もう歌えるのね、3回目なんだけど、いや、本当に嬉しくって、皆様楽しみにしていてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして2月2日からはですね、アップガニキの全国ツアーが始まります。福岡から始まって、静岡、新横浜、柏、東京、福島と、6カ所、全部6カ所回らせていただけるということなんですけども、ぜひね、私たちのライブをお越しいただけたら嬉しいです。本当に、もう絶対楽しいライブにしますので、お願いいたします。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。明日もまた会えたらいいな。よろしくお願いします。明日は、部屋にこもって作業したいと思います。作業っていうのかな、わかんない。なら、ここで終わりでございます。お手を拝借。せ、せ、せ、えんの。以上です。ありがとうございました。